ウィスコンシン大学マディソン校同創生集会で講演するジーン・アムダール2008年3月13日ジーン・アムダールはアメリカ人のコンピューターアーキテクトで起業家である彼の業績は IBM 及び彼の創設した会社におけるメインフレームの設定である並列コンピューティングの基本的な理論としてアムダールの法則がよく知られているアムダールは サウスダコタ州のフランドルに、ノルウェー移民とスウェーデン移民の両親の間に誕生した。第二次世界大戦中、軍部に服した後に、1948年にサウスダコタ州立大学で工学物理学の学位を取得した。その後、ウィスコンシン大学で理論物理学の研究を続け、最初のコンピューター、ウィスを完成させ、 1952年に博士号を取得した。1952年6月にウィスコンシン大学から高額の給与を提示してきた IBM に移った。IBM においてアムダールは IBM704、IBM709 IBM、そして IBM7030 すなわちストレッチプロジェクトに携わった。彼は百五十五年十二月、IBM を一旦退職し、 ラモウッドリッジ、そしてアエロニュートロニックで開発に従事した後、1960年9月、復職している。復職後、彼はシステム360ファミリーアーキテクチャーの開発に従事した。1965年 IBM フェローに就任し、カリフォルニア、メンロパークの ACS 研究所の主任に就任した。システム370の開発中に、 自身の提案が却下されると、1970年、再び同社を退職し、カリフォルニア州、サニーベールにアムダール社を創設した。アムダールは同じ頃 IBM プラグコンパチブルマシンの開発に踏み切った富士通と提携し、IBM プラグコンパチブルマシンの開発を始めた。富士通からの多大な支援もあって、1975年、 アムダール 470V6 は出荷された。IBM 機より低額で、信頼性が高く、より高速な代替品として提供されたものである。1970年に独占禁止法により、IBM がアンバンドリングすなわち、ハードウェアとソフトウェアを別々に売ることを強いられていた、こともアムダールに味方した。アムダール470とサードパーティーの製造会社が提供する、 互換周辺機器を購入することによって、顧客は IBM のハードウェアを購入せずに、IBM のシステム360システム370のアプリケーションを利用できることになった。アムダールはまた IBM の MVS オペレーティングシステムソフトウェアの性能を向上させる VM、ポリエチレンを開発した。1979年までにアムダール社は、 V6 と V7 メインフレームで US ドル換算で10億ドルの売り上げを達成し世界中で6000人以上の雇用を創出している。同社は富士通の技術者と共同で高性能のディスクディバイスと IBM プラグコンパチブルフロントエンドプロセッサーを流通させることに成功した。1979年アムダールはトリロジーシステムズを構築するために 自身の名を冠した会社を離れた。トリロジー社は20億 US ドルの資金で、さらに定額のメインフレームのための集積回路を設計する計画を立てた。だが6000万ドルの社債を数ヶ月以内に発行することが不可能になり、回路の開発は頓挫した。その後、同社はベルシー技術の開発に投資を集中したが、結局業績は好転せず、1985年、 エレクシーコーポレーションに吸収合併されることになった。さらにエレクシー社は業績は振るわず、1989年アムダールは同社を退職した。1987年アムダールは次のベンチャー企業、アンドア・インターナショナルを創設した。アムダールは中型の大きさのメインフレーム市場に乗り出すことを希望した。彼はメインフレームをより小型に、 より効率的に働く機会にするために生産技術の改良を図った。だが、生産上の問題と激しい市場競争の結果、1995年アンドア社は、ついに倒産に追い込まれた。アムダールは、1965年に IBM のフェローに任命され、1967年に、米国技術アカデミーの会員に就任した。1986年に、 サウスダコタ州立大学の100周年、卒業生として認められた。彼は、諸々な賞と特許を取得し、賞賛を浴び、二つの母校と他に二つの団体から名誉博士号を与えられた。ありがとうございます。